ピカデリーサーカス。ピカデリーサーカスは、ロンドンのシティオブウェストミンスター、ウェストミンスター区、ウェストエンドにある広場の名称である、サーカスは、通りの合流点におけ円形の空き地の意味。商店の立ち並ぶ大通りであるピカデリーと、リージェントストリートの接続地点として1819年に建設され、現在では、シャフツベリーアベニュー、ヘイマーケット、 コベントリーストリートおよびグラスハウスストリートもこの地点で合流している。ウエストエンド地区の中心に位置し、主な小売店や劇場をはじめとするエンターテインメント施設が密集している。このため観光客や買い物客、そしてバスやタクシー、自動車が集まり、広場近辺は常に混雑している。ピカデリーサーカスは広場北側ビルの大きな街頭ディスプレイおよび、 ネオンサインが有名であり、エロスの名で知られている噴水も、また有名である、口術。広場の周りには、ロンドンパビリオンやクライテリオンシアターといった、歴史的な建造物も,も多い。広場の直下は、ロンドン地下鉄ピカデリーサーカス駅になっている。ピカデリーサーカスに合流する大通りに、ピカデリーの名が最初に登場したのは1626年の、ことである。 著名な洋服店を経営するロバート・ベーカーの所有する建物の名前がピカデリーホルと名付けられたことがその最初であり様々な種類の襟を意味する内紙はを販売していたことに由来する当時この通りはポルトガルストリートと呼ばれておりこれはチャールズ2世の王妃キャサリン・オブ・ブラガンザがポルトガル王室出身であることを記念して付けられていた1743年頃には 通りの名前はピカデリーと呼ばれるようになっており、1819年にはピカデリーサーカスがリーゼントストリートとの合流点として、ジョンナッシュの設計により、ハットン夫人所有の土地に建設された。もともとは円形であったが、1886年にシャフツベリーアベニューが建設されたことにより現在は円形ではない。ピカデリーサーカスは建設以来交通の混雑する。 視点であり、というのも、劇場密集地帯の真ん中に位置し、かつ、商店の立ち並ぶピカデリーの出口にあたる場所だった、ためである。当時の混雑の様子を、チャールズ・ディケンズの息子、チャールズ・ C.B. ディケンズは次のように描いている。巨大な人の流れが、ヘイマーケットや、リージェントストリートから、西方ハイドパークコーナーまで連なり、 ロンドン地下鉄のピカデリーサーカス駅は1906年3月10日にベーカール線の駅として開業し12月にはピカデリー線が開業した1928年には駅利用者の増加により大規模な改修が行われた1908年からは広告のネオンサインが設置されたまた1926年8月3日には 最初の信号機も設置されている。1960年代初頭、急増する交通量に対応するため、広場は大規模な再開発を迫られていた。1962年、ウィリアム・ホールフォード卿が、地上交通の上に歩行者専用の大通りを建設するという、2階建てのピカデリーサーカス建設案を提示した。この案は60年代を通じて存在したが、 結局1972年にキース・ジョセフ教徒アーネスト・マプルズによって廃案にされた。というのも、ホルフォード教の計画では20%程度の交通量増加にしか対応できず、政府が求める50%の交通量増加への対応を満足していなかったからである。ホルフォード案を参考に、1967年には映画会社によって短編ドキュメンタリー映画、 さよなら、ピカデリーが制作された。しかしながら、南部分が1980年代に大規模な車両のレイレ禁止化されたことを除けば、ピカデリーサーカスは再開発されていない。ピカデリーサーカスの周りには、エロスの噴水、ロンドンパビリオン、クライテリオンシアターをはじめとして、劇場や商店が密集しており、ロンドン市内でも、ひときわ人の集まる場所である。 日本に馴染み深いものとして、ロンドン三越やジャパンセンターもピカデリーサーカスのそばにある。ピカデリーサーカス一帯は1900年代初頭から人の流れが多いたの場所に違わず、数多くのネオンサインがビルの外壁に掲示されていたが、現在ピカデリーサーカスで広告が掲示されているビルは、シャフツベリーアベニューとクラスロードストリートに挟まれた北西の一帯のみである。 この北西部分に特別な愛称等は付けられていない以前もニコという喫茶店がのビルに入っていたためそう呼ぶ人もいる。なお、このビルは1970年代からランドセキュリティグループという不動産投資会社が所有している。ピカデリーサーカスに最初の広告のネオンサインが登場したのは1908年でペリエが出した広告である。初期の広告には 白熱電球が用いられていたが、ネオン管を用いたものへと変わり、一時期には、ギネス社による巨大な時計を模したユニークな広告も登場した。短期間だが、コカ・コーラ社がプロジェクターを用いた広告を流していたこともあり、しかし2000年代に入りロンドンオリンピックを控え、順次、LED 表示へと変更された。なお、この地区に掲示される広告の数は、 広告量が年を追って上昇することにより減少傾向にある。第二次世界大戦の影響で1939年から1949年までの間は電光掲示板は消灯されていた。電光掲示板は環境保護キャンペーンなどで消灯されることもあるほか、ウィンストン・チャーチルやダイアナ妃の葬儀の際にも消灯された。2005年現在、この北西部分には ピカデリーサーカスに面して、ブーツ、バーガー,アーキング、キャップが店舗を構えており、他の通りに面した部分は、レストランやオフィスとなっている。2003年11月、それまではネスレが広告を掲示していた場所にコカ・コーラが LED を用いた広告を掲示した。このコカ・コーラ社の広告のもとには TDK、ヒュンダイの広告があり、隣にはマクドナルド社の広告がある。 コカ・コーラ社の隣にはサムスンの広告があり2005年にネオン管から LED の広告へと変更された現在ヒュンダイが設置している位置には1978年から山陽電機がネオンサインを設置していたがパナソニック同社も現在のサムスンの位置に広告を掲出していたとの合併によるブラド消滅や LED 広告への回収費の負担が できなかったため2011年に撤退している。ボーダフォン社もまたピカデリーサーカスに面したコベントリーハウスの屋上部分に広告を掲示している。この広告ではウェブサイトから日時を指定してメッセージを表示するサービスが行われている。従来は6枚のスクリーンを組み合わせた電光掲示板であったが2017年の改修により 耐久性の高い一枚のスクリーンに変更され、企業広告の他に、ニュースや天気予報なども表示されることになった。広場の中央にある噴水は、第七代シャフツベリー博の活動を記念して、建造されたもので、キリスト教的慈愛を表す天使と呼ぶ人もいる。なお、1980年代の改修工事により、当初はシャフツベリーアベニューの起点である交差点中央から、 交差点南側の歩道部分に移設されている。この噴水は1892年から93年に建造されたものである。設計者はアルフレッドギルバートであり、噴水の頂点には翼を広げた、キリスト教的慈愛を表す天使の像が備え付けられている。なお、この像はギリシャ神話の愛の神である、エロスと呼ばれることが多いが、ギルバートは、 エロスの双子の弟であるアンテロスを意識してこの像を設計している。エロスは一つのロンドンの象徴として認識されているため、イブニングスタンダード氏は奥付け欄にこの像のイラストを採用している。デザインが裸であるため、建造時には公共空間にそのような像はふさわしいかどうかという議論も起こったが、現在では市民に広く受け入れられている。エロスについて、 アート氏は次のように述べている。私、立ちの町の通りに多い、退屈で醜い彫刻とは真に対照的な作品であり、これまでのわびしかった公共空間を美しくる作品である一方、市民の思考をより素晴らしい方向へと導く作品でもあり、加えて、かつてのような途方もなく奇怪な作品がこれ以上、この町に創造されることから解き放つ作品でもあろう。 素材はアルミニウムであり、アルミニウムで製作された像は、これが世界で最初のものである。以前は、シャフツベリーアベニューの方向、すなわち交差点真ん中から北方向を指し示してたのだが、第二次世界大戦中は、この噴水の上部に取り付けられている、キリスト教的自愛を表す天使は取り外され、広告が備え付けられていたが、1948年に元に戻されている。 このエロスが本来は双子の弟アンテロスを意識して制作されたという事実はウェストミンスタークの記録に残っている。アルフレッド・ギルバートはこの像の制作以来が舞い込んだ突起、すでにアンテロスを模した像を制作し終えており、第7代シャフツベリー博の事前活動への姿勢がまさに指針のない愛の死そのものだと感じたため、同様のモチーフでサイド像を制作しようと試みた。 ギルバートはアンテロスを通してエロスもしくは天使のような軽薄な暴君とは正反対の視力深く成熟した愛を描こうと考えていた。この像のモデルとなったのは16歳のイタリア人である。この像が設置されたとき、像はドーセット州にある白爵の大邸宅、ウィムボーン、セントジャイルズの方向を指し示していた。この像が公開されたとき、市民からは 多くの苦情が寄せられた。ある者は劇場外である、この街にふさわしくない下品なものであると非難し、またある者は非常に温厚で尊敬されている尺に敬意を表するための作品としては生々しすぎるのではないかと非難した。異論の一部は、この像の名をキリスト教的慈愛を表す天使と改めること、つまりギリシャ神話におけるアンテロスの役割を キリスト教の神々の行為として紹介することで、幾分和らげることができた。しかしこの名前が広く知れ渡ることはなく、再び感動的な愛を表す、エロスの名前で呼ばれることとなった。この像は、人々から人間のどに良くさを表現した像であると、見なされるまでになり、ハンラのエロスの指し示す方向は、絶対的な堕落の象徴、すなわち、 近隣地区の歓楽街として発展した、曹の方角である、シャフツベリーアベニューへと向けられた。ギルバートは生前この像について、次のように述べている。この噴水には三千ポンド以上の銅が費やされている。取り壊して、再びイペニー銅貨へと鋳造し直せばいい。そして、この世界で最も巨大な都市の永遠の恥であり、不名誉でもある、手難し通りで、 夜な夜な死体として発見される、不運な人谷は毛与えればいいではないか。主要記事、クライテリオンシアター。クライテリオンシアターは、イングリッシュヘリテージにより指定建造物と3階席を支える形で存在するため、柱により視界が制限される座席も多い。クライテリオンシアターの設計者は、トーマス・ベリティであり、元はコンサートホールとしての使用を計画されていたが、 1874年3月21日に劇場としてオープンした。1883年には換気を改善するために一旦閉鎖され、それまで用いられていたガストを電灯へと交換する工事を行い、翌年営業を再開。1989年に再度閉鎖され、大幅に改修工事を行い、1992年10月に再オープンした。 ヒカデリーサーカスの北東角、シャフツベリーアベニューとコベントリーストリートに挟まれた部分にある建物が、ロンドンパビリオンである。1859年、ミュージックホールとして、最初のロンドンパビリオンが建設された。1885年、シャフツベリーアベニューの建設に際し、この建物の敷地を通りが貫くこととなり、現在の位置に建て直された。 1923年には電光掲示板が建物の外壁に取り付けられている。1934年に大規模な改修工事を行い、ロンドンパビリオンは映画館へと生まれ変わる。1986年には外装を1885年当時の状態で保存したまま内部を建て直し、ショッピングセンターとなった。2000年には隣接するトロカデロへと変更された。 現在はビルの地下部分はピカデリーサーカス駅と直結している。ウエストエンドの中心地であるため、近隣には小売店が非常に多い。リーゼントストリートとピカデリーに挟まれたピカデリーサーカス西側には、以前はタワーレコードの店舗があり、現在は買収によりバージンメガストアが営業を行っている。なお、 この店舗の地下部分はピカデリーサーカス駅と直結している。また、同業種の HMV がロンドントロカデロに店舗を構えている。イギリス国内に幅広く店舗を展開するスポーツショップリリー・ホワイトも1925年以来ピカデリーサーカス南側で営業を行っている。ピカデリーサーカス周辺には日本に関連した小売店もいくつかある。 ロンドン三越が南約150メートルの位置に、ジャパンセンターが西約50メートルの位置に、その他、ダイスワイン、ありがとうといった日本書家や日本の書籍を販売する店舗が存在する。また、ピカデリーサーカス北東約300メートルの位置には、ヨーロッパ最大規模の中華街がある。イギリスには、まるで、ピカデリーサーカスのようだという区がある。これは、 人々がとても忙しそうに動いている場所や状況を指して用いられる。また、ピカデリーサーカスに長時間いる人は、顔見知りの人とばったり出くわしてしまい、ついには知っている人全員と出会ってしまう、という意味でも用いられる。アメリカでは、同じような表現の句として、まるで、グランドセントラル駅のようだという言葉がある。これらの言葉に由来するかどうかは定かではないが、 第二次世界大戦の際、D-Day における、連合国艦隊の英2海峡での集合地点を表す暗号として、ピカデリーサーカスが用いられた。ピカデリーサーカスは、芸術家にとって刺激的な場所でもあるようで、モチーフとして用いられることもしばしばある。イギリス人の画家チャールズ・ジンナーは2冊に及ぶ320ページの写真集、ピカデリーサーカスを発表している。音楽でも、 ピカデリーサーカスの名を冠した楽曲が複数ある。スウェーデンの歌手ペニル・タ・バールグレーンも、1981年のアルバム、ゴー f ーイットが、ピカデリーサーカスの写真をジャケットに使用した、コンピレーションアルバム、ピカデリーコレクションを発表している。日本でも、松藤や弓が2009年のアルバム、そして、もう一度夢見るだろうにおいて、その一曲目で事実上のタイトルチューンとして、 ピカデリーサーカスという楽曲を発表していい。また、杉マリ、松尾清則、上田忠尻、伊豆田博之、風祭りあ橋本明というボックスとオールウェイズのメンバーにより、結成されたバンドにピケディリーサーカスの名前が付けられている。イギリス出身のミュージシャンの楽曲には、ピカデリーサーカスについて歌ったものが多い。ダイヤーストレーツの2収録は、 ピカデリー近辺の街を歌った曲であり、モリッシーノに収録もピカデリー界隈の談笑の人生について歌った曲である。なお、パラレイトはポラリーとも綴られ、イギリスのゲイコミュニティにおいて話すや会話などを意味する因語の一つである。ジェスロタルノに収録にもピカデリーサーカスについて歌った歌詞があり、ザサンゲーズに収録もピカリーサーカスを歌った楽曲である。 イギリス以外のミュージシャンの楽曲では、ジャマイカ出身のミュージシャンボブ・マーリーが1973年に発表したアルバム、キャッチア・ファイアに収録されている曲がある。文学では、アンソニー・ホロビッツに、ロンドンのランドマークが多数登場し、その中の一つとして、ピカデリー・サーカスが登場する。日本では、ハギオ元の漫画作品、ポーの一族の一編に、 ピカデリーサーカス周辺を舞台としたピカデリー七時がある。ゲームでは、コナミが1976年に同名のゲーム機を製造し稼働させている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。